電波の日の今日、名古屋で記念式典が開かれました。式典では東海情報通信懇談会の岩田明会長が、 AI は新しいステージに入った、情報通信技術は進化していて人材育成に力を入れる必要があると挨拶。続いて通信や放送の分野で功績を残した7人と9つの団体に表彰状が贈られました。